こんにちは、萌えです。今回はなんとアニマル浜口さんのトレーニングジムに絵を描かせていただきました。こんな感じで完成したんですが、その様子を、いつも通りペンキのお話とかしながら見てもらえたらと思います。なので最後までお付き合いください。ということで始めていきます。はい、で最初はこんな感じの壁でした。白と赤で綺麗なこういうブロックのですね、色になった壁だったんですけど、そこに私は今回のミッションはですね、アニマル浜口トレーニングジムという英語の文字と、アニマル浜口さんご本人が書かれた気合だという文字、その文字をそのまま大きくしてですね、それを書くっていうことと、もう一つアニマルさんと浜口京子さん、あの有名なですね肩車のシーン、あのシーンを再現するために、それをですね今回はちょっとステンシル風に、といっても本当に型をはめてですねスプレーでシュートするだけっていうわけじゃなくって、実際にはですねそのステンシルっぽくリアルではなくてちょっとイラストな感じで、この文字に合ったですねマッチしたデザインにしました。なのでそれを書いているところを見てもらえたらと思います。でまずですねこの文字から先に書いていったんですけど、この文字もちょっと結構目立つ感じで、全体的にこれがメインでですね埋まる感じに大きく書いてるんですが、この緑の線はマスキングテープです。今回はですねこの白い、バックグラウンドのこの壁の色と赤い壁の色、これはですねそのまま残すので、あんまりはっきりと下書きを書けませんでした。なのでこうやって目印になるようにマスキングテープを貼って、そこにここが何センチっていう区切りをですね少しずつ印をつけていって、あとはフリーハンドで書いてます。フリーハンドといってももともとこういう字体にするっていう、イメージのラフは作ってですね考えてあります。でそれをその自分で作ったラフを見ながら書いてます。なのでフリーハンドなので、機械のようにですね全く同じっていうわけではないんですけど、なるべく、何センチとかをしっかり測ってほぼ同じ形になるように気をつけて書いてます。でその印とかですね、そのちょっとした下書きも白いチョークだとですねこの壁の場合全く見えないので、白壁に真っ白のチョークってなると全然見えなくって意味がないので、シャーペンとか消えるもので書いてます。あとはちょっと色のついたチョークとかで書くといいんですけど、それも気をつけないと色が残っちゃったりするので、どこかで試してですね消えるかどうか確認してから書きます。であとは、消えやすいのはですね今回もそうだったんですけど、この壁の塗料がですねもともと塗ってある塗料がツヤありでこうツルツルしている壁の場合は、そういうチョークとかはですね消えやすいです。なので便利なんですけど、ちょっとマットな、仕上がりのペンキとかだとチョークの下書きとかも少し拭くだけだったら取れなかったりとかするので、皆さん書くときはですねそういうとこも注意してもらえたらと思います。今回使っているペンキは真っ黒のペンキを選んだんですが、これはですねツヤありツヤなし、どちらかというとツヤありのものです。ただ、10部100% ツヤありではなくってですね、ちょっとツヤなしも混ざった適度なツヤみたいな、ツヤありのペンキを使ってます。これももしですねオーダーメイドでペンキを作る場合、南部ツヤって、ツヤの割合を決められます。なので自分のこう描きたい仕上がりにですね、合わせて作るといいんですが、どちらでもいい場合、ツヤありツヤなしどっちか選ぶ場合はですね、どちらにもいいところ悪いところというかいろいろ特徴があるんですが、このツヤありの場合はですね結構汚れが落ちやすいと思います。落ちやすいというか汚れがつきにくいかなと思います。というのもこうツヤツヤしていてピカピカしているんですけど、そういう場合は例えば何かこう、雨が降ったりして汚れがついてもですねすぐに拭いたら取れたりとか、あとは水で流すと取れたりとか、そういうので取れやすいです。
でそれに比べてツヤなしの方、こうサラサラしているものっていうのは、まあ、ものによりますが、どっちかというとツヤありよりは少し汚れが、残りやすいかなっていう感じです。なので、まあ場所とかですね、そういうものに合わせて選んでもらえたらと思うんですが、ツヤありの方が壁的には汚れにくいのかなと思います。でこの今書いてるのはですね、キアイダという文字を書かせていただいているんですが、ここは赤壁にですね真っ白の塗料で書いてます。で赤い壁なので少しうっすら見えるかもしれないですけど、ここはですねチョーク、消える普通の黒板に使うチョークで一旦下書きをしてから書いてます。でこの元のサンプルというか見本にしているのは、アニマルさんご本人の書いた文字を参考にしながらこう下書きをして塗っていってます。で今塗っているところは肩車をされている京子さんのところですね。で今回ちょっと難しかったのが、この赤い部分はさっきも言ったようにチョークで下書きができたんですが、この白い部分っていうのはなかなか下書きが書けなかったので、本当にポイントになるところだけ鉛筆でですね少し印をつけて、そこから書いていくみたいな感じで仕上げました。なのでちょっと失敗できないので、慎重にちょっとゆっくりめに書きました。であとはですね、写実的なもう写真そっくりの絵っていうのは写真を見たまま書くので、私としては得意としているところではあるんですけど、こういうイラストっていうのは、やっぱりちょっとでも違うとですね、その人だって分からなくなってしまうので、まあ、それも写実的な絵も一緒なんですけど、そこを気をつけながら描きました。この元になる写真を見ながらですね描いたんですけど、顔の表情とか気をつけて描いてます。でこれを描いてる時ですね、結構暑い日だったんですけど、もうアニマルさんご本人も京子さんもご家族の皆さんも事務の方々もですね、もう皆さん本当よくしてくださって、差し入れをしょっちゅうしていただいたりですね、もう京子さんもお昼ご飯まで差し入れしていただいて、もう皆さん気さくな方で、すごくアットホームな感じで、もうすごく楽しく書かせていただきました。でこのトレーニングジムはですね、浅草にあるんですが、このトレーニングジムがある周りの方々もですね、もう本当になんかいい方ばっかりで、私が書いていると皆さん声かけてくださって、もう応援してくださったり、もう本当に知らない人ですよ、通りすがりの人が暑いですけど頑張ってくださいと言って飲み物を差し入れしてくださったりとか、もうすごくびっくりして感動しました。でジムに通ってる皆さんも声かけてくださってですね、もう楽しくお話ししながらできたりして、すごくいい時間を過ごさせていただきました。そしてこのお二人の肩車の絵を描いて養生とかを撮ってですね、出来上がりがこんな感じになりました。いかがでしょうか。もともとのこの白と赤の色がはっきりとしていて素敵な建物なので、それを邪魔しないようにですね、今回は黒と白でシンプルに仕上げました。でこのお二人の顔の表情とかもですね、気をつけながら描いたので、ご本人にも気に入っていただけました。すごくそれが嬉しかったです。そして最後にアニマルさんと京子さんに、お二人にですね一緒に写真を撮っていただきました。こんな貴重な機会をいただき本当にありがとうございました。これからも応援してます。ということで今回はアニマル浜口さんのトレーニングジムの絵の動画でした。皆さん、この動画いいと思ったらいいねボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでまた次の動画で、バイバイ。